はい、こんばんはお願い。こんばんはお願いします。おそらくですね、後ろで今、ゴミ収集車の音が鳴っております。エリーゼのためが鳴っております。喋り始めた瞬間さ、それが聞こえてちょっと笑っちゃいましたけど。僕が喋るとね、後ろの音が鳴っちゃうんで、一旦黙ります。あ、でも遠のいたね。ちょっとちっちゃくなったんじゃない？多分。はい、というわけで、エリーゼの、あ、待って、また近づいてきたな。エリーゼと共に。てかさ、エリーゼのためにのエリーゼって誰？そういや。誰か知ってるかな？エリーゼの、あ、また近づいてきた。ちょっともう。はい、まあ、これは突き上げ狙いです。なんかやっぱね、なんだかんだ情報ペが強い。マガジンを変えるぞ。これまあ今ね、バルカメプラス、防弾カメラがまあ設置位置に対して見れるようになってるんで、あとは僕はここの付け上げがしたいんで、それ用のカメラ。たまにね、ここしっかり見に来る敵いるんで、音しっかり聞いてます。うん、窓割ってきそうなんで、準備します。最初から貼っとくとね、まあ、さっき言ったみたいで最初から来る人いたりするんで、それ警戒して。はい、ドーン。バイバイですね。そして、ライオン。てか、なんか地下のさ、そう、入り口開いてて。あー、ごめんなさい、今僕は喋っちゃって聞こえなかったかもだけど、ARX の音と、あとエアジャブ打った音が鳴ってたんで、多分、ノマドがね、近場にいて、追ってきてたんですよ。プラス、エアジャブ貼ったっていう。これなんかね、突き上げた勢いでさ、走っちゃってあ、やば、走っちゃったと思ってさ。でもあれで地下まで行ってなかったら多分やられてましたね。敵部隊が爆弾を発見。どうすべきか分かってるな。一人ね、緑階の方にいるっていうことで、それのボム入りを警戒して、この正面見てますね、今。設置位置はカメラがあるんで、壁は抜けるからさ、正面まず倒して、これはもう無理せず引きましたね、一回。ただ、ちゃんと抜けない位置で設置してるんですよね。偉いっすね。あいつよまあこれに関してはね、情報があったのももちろんそうだし、ちょっと今の冴えてたねだからほんとさ、情報ペってチージでは偉大よ。情報が分かるだけでこんなに戦いやすくなるんで。あれ絶対さ、カメラなかったりして情報なければあんな風に勝てないしね。最初のニトロも情報があってのニトロでしょ。というわけで、逆に次これね、2つ目のこの動画は同じ防衛場所なんですけど、今度は逆に情報全くわからない編成でオペで、まあ僕がやってるのはコンカッションで、まあ索敵というか、それで敵を抑えようっていう狙いの、ちょっとタイプが違いますよね。情報を見てうまいこと戦おうっていうのと、こういうガジェット、まあ罠みたいなね、
そういうのを使ってシンプルに抑え込むっていう。まあ情報強いって言いましたけど、こういう戦い方も別に強いしね。まあなんだかんだでも久々ですね、このエラショ。まあ情報がないので音とかね、そういうのでしか情報取れないんで、まあ、あとこのデフォカメか。もうさすがにエリーゼ聞こえないよね。かすかになってるけど向こうで。大変だね、ゴミ収集車のお仕事の方も。朝今10時でございます。これなんでこんなニアで待ってるかっていうと、コンカッション食らった瞬間に前出たいので、階段の中腹とかまで引いちゃうと間に合わないので、これ緑階警戒で1個置いてあげてっていう感じですね。なんかやりたいことがずっとかぶってる。 Twitch いますね。まあこういうとこだよね、今のフィッグピークとか使ったりしながらね、あとヘッドのラインずらしたりして戦ってましたけど、ああいうプレイは僕は絶対しないので、もう絶対倒せる瞬間にこういうコンカッション食らわした瞬間とかでね、やっぱこういう立ち回りのが好きだね。ああいう五分の打ち合いとかリスクのあるのはちょっと怖くてできない。これね、端にショットガンで寄ろうと思ったんですけど、まだ1階にいるっていうこのキピン立ちましたね、この2番、報告があったんで、まあそれを抑えようっていうことでまた階段戻りました。可愛いやつらを設置した。15秒、残り10秒。はい、こういうことですね。ナイス。っていう感じで、1個目は情報を見て、それに対して、まあ対応したっていうラウンドでしたけど、まあそれとは違って、2つ目はもう音とか、キルログとかで弾道とかいろんなそういう情報を使って、まあだからカメラ以外に戦うっていう。やっぱ幅広いね、CG って。面白いよね、こういうのね。しかも自分だけじゃなくてさ、チームとしてもそういう、なんだろう、タイプが分かれたり、しかもそのチームによってっていうよりは、試合によって、ラウンドによってそれが変わったりするから、同じようなラウンドがまず生まれないしね。おもろ、おもろ。続いては海岸線、キッチンカッテ口でございます。アリバイっすね。ここは大体アリバイ使ってるかな。サンライズ守りながら、キッチン外に今インの音鳴ってますけど、キッチン外から、ああサンライズ外来たね。キッチン外からね、イン投げて入ろうしてたりした場合は、このサンライズから飛び出して潰しに行こうっていう狙いですね。あとはまあサンライズ死守してれば、ブルーバーとか復活階段とかね、その辺から進行しづらいので、死守することに意味があったりしますね。この試合もカメラで情報を取れたりとか、まあ、心拍センサーとかね、そういうものはないので、音とかそういうので判断するしかない。
まずはサンライズの安全確保していつでも飛び出せる状態。ただこの場合ちょっとそんなことしてる場合じゃなくなったので、ボムに寄りつつ、1.5 倍あれば十分ですね、この距離は。で、今上から突き下げてるっていうことで、今サニーさんが寄ってますけど、いつでもカバーできるように後ろから寄ってあげてます。ナイスやってくれましたね。ラストは、ずっと銃声鳴ってたイン。これもね、カメラがないんで全く情報がわからないので、これさ、キピン上で立ってますよね。どういうことなんだろう。上にいるはずはあんまりないと思うけど。あと5秒。まあ設置してもって感じだからね。まあ設置やめてもって感じでもありますけど、まあ、うまく対応できたよね。こっち、あ、なんか画像止まってる。これ大丈夫？僕の画面じゃ一瞬止まりましたけど、大丈夫か？はい。というわけで続いてはこれ、火花使って、あ、これ見てて、あのさ、山荘の娯楽なんですけど、バー娯楽。こっからね、ちょっと様子見ててね。はい。こっそりこの、ボム中に入れちゃいますか、これね。これ簡単にできる大きいドローンなんで。やってみてください。まあバレる可能性もありますけど、もちろん。このさ、あのクロスヘアが消えないのやめてほしいよな。とほぼ毎回なるんですけど、嫌がらせでも。落とし戸開いてて、かなりいますね。これはフラグ持ちにフラグを持ってきてもらうと。当てたと思いますけど、引かれましたね。一発当てれただけいいですけど。で、この僕のドローンあと一個なんですけど、あのドローン動かしたくないんで、ここは味方にある程度確認してもらいながら、これ外しちゃって、ちょっと予想外すぎて。てかさ、本当は入って潰したいんですけど、下からおそらく落とし戸見られてるので、というところでカバー入れて、これすごくない？そして下手じゃない？これ下から見られたら大体予想できるじゃん。でもラストは僕が置いたこの紙ドローンで位置バレバレでございます。どういう体勢かもバレバレでございます。はい。でやっぱりね、情報って大事でさ、これちょっと見返してみてほしいんですけど、僕が上で2人キルしたじゃないですか。あれすごくない？オリックス倒した後にちょっと撃ちながらやめたんですよ。その腰ため状態で全然違うとこにいる家側かなの頭にピュンって当たってる。ちょっと見返してみてください。でこれ次、はい、もう早々に僕は大きいドローンしてて、ガレージにこっそり入ったビジルを確認しております。そして味方にピン刺して、ここにいるから今やれる今やれるっていうことやったんですけど、ちょっと逃しちゃいましたね。ここはもう引きません。いや、このドローン1個でこんなに違うんだから、本当に大事ですよ。まあ防衛側はね、バルカメとかのカメラ、攻めは置きドローン、楽
もしれない。てかビジルが死んだらでかすぎるね。コンコン、ドローン起動完了。はい、まあこっからはよく見る手順ですね。ロングを抑え込めるようにして、今壁開けてくれました。いやこれ倒せないのか、ちょっとね逃しすぎですね。これぐらいの距離になるとね外しちゃうタイプ8級。今ね階段にいるのとミラーの位置確認しました、はい、で階段は今左の方から見てくれてるので、僕が押さえるべきは細道、細道というかちょっと奥にいた、火花ですね、はい、今いましたね、はい、これで押さえ込めたんで設置をお願いすると。ただこの時ね走り込まれたら倒せる自信なかったんで、反射神経的に。うん、ここでねちょっと階段にやられちゃったんで、僕はもう一旦引くしかないですね。ナイス。なんかさ「ててててて」みたいな音なくない？なかったっけ攻め側って。で今なったら近づく、はい、この一瞬の2キルさえ避ければ、あとはもう時間ないんで、時間管理も完璧でと。いいね、綺麗な攻め。最初のビジルやったら本当でかかった。そっから時間をいっぱい使って準備できたんで、ということで今日はね情報が大事、もしくはまあ情報なしに守るみたいなね、いろんな CG 見れた気がします。はい、最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお待ちしてます。バイバイ。